まりのおしゃべり見聞録。広瀬まりのおしゃべり見聞録は、広瀬まりが感じたことをありのままにお伝えするポッドキャスト番組です。こんにちは、広瀬まりです。今日は私、広瀬まりが大好きなお店をご紹介したいと思います。横に今日いらっしゃる方は、各務原市前戸東町にあります支援の専務でいらっしゃいます丹羽恵子さんでございます。よろしくお願いいたします。もう一つ、私、はい、ここで、ね、今年に3回目かな、ディナーショーをさせていただくんですけれど、実はそのディナーショーをやる会場もすごく素敵なところなんですけれど、控え室として使わせていただいているところは貸しスペースなんですよね。レンタルルームですね。レンタルルーム、日本語で言ってた、レンタルルームだそうです。レンタルルームがいくつありましたっけ？3つ、上に3つお部屋があります。3つ、SML、はい、そう、小さいのが、ちっちゃい中くらい大きいのあるんですけど、はい、でそこは別に誰でも借りられるんですよね。はい、どなたでも、まあ、1時間の、まあ、金額が決まっていて、はい、例えばどういう方が借りられる、まあ、私みたいに、ね、控え室に使うのがあるかもしれませんけど、いろんなお教室ね、お借りの教室とか、社交ダンスなどもやっておられたこともありますし、ヨガで使われるとか、それから全然違った方面で整体の先生が、整体をまだお店をまだ若い方で店舗構えないような方が整体で使ってみました。お客様がここへいらっしゃってでやったりとかね。ゴージャスな雰囲気で整体を受けられてそうですね。今ここちょっと映ってると思いますけど、このバーカウンターもね、ちょっと素敵ですけど、こういうちょっとゴージャスな雰囲気なんて言ったって、まあ後でちょっとお話をしますけど、結婚式のね、二次会なんかで使われるようなところですから、もう椅子から何かちょっとゴージャスな感じで、一応フランス風の邸宅に作ってあります。フランス風です。お庭もね、とても素敵ですし、ガーデンも社長がこだわって作っておりますので、とても季節にはとてもお花がいっぱい咲きます。うん、そのこだわりがあるっていうのはいいですよね。じゃあさっき言われた貸しスペースっていうのは別に単発の借り方でもいいし、じゃあ整体なんかの方は例えば定期的にとか、そう、うん、予約が入った時点でお電話くださって空いてますかとか、じゃあ空き状況を確認されて、どんな方でも使われていいってことですね。今年の4月からは市のああいういろんな講座が、市の講座がありますよね、はいはい、ああいう方、ああいう先生方とか講師さんにも、うん、借りていただけるよう、貸していただけませんかって役所から電話があったので、まあ、どうぞどうぞって言って、ご案内はさせていただいて、市の方がさせていただくんですけれども、うん、そうなんだ、そっか、今すごいやろうかな私とか一番ちっちゃの部屋、鏡が、そうそうそう、一面鏡のところがあるんですけど、実はそこすごく使いやすくって、私はちょっと利用させていただくこともあるんですけれど、なんか鏡に映して姿をね、見るようなところ、見ることが必要なお教室とかもね、そうですね、できますよね。ぜひ一度見学っていうか、ね、この全然 OK ですね。それはまたご連絡いただいてということですね。見学したいですと言ってくだされば、お電話くだされば待っておりますので、ね、じゃあここの支援さんの使い方としてはもう結構自由な感じで、自分の発想で使っていただきたいっていう。昨日はね、バランスボールとかをやっておられる女性のね、若い女性の方がお部屋を見せてくださいって見えましたりっていう感じですね。そうなの。だから活用は自分たちの頭の使い方次第というか、そんな形でいいんですね。だからまあ何かこう質問があったら聞いていって。質問していただくっていうような形で大丈夫ですか？じゃあ、連絡先とかって聞いてないですよね、私。はい、じゃあ、お問い合わせはどんな感じで？なんかメールとかいろいろありますけれど、とりあえず電話とかですか？電話ですと、はい。はい、電話番号申し上げていいですか？はい。0583869230。はい。0583869230。0583869230ということで、支援さんでいいですよね。これ、はい、いろいろ名前あります。その3つなんかありますけど、一応全部支援なので、はい、どうでもいいんですけど、大概はここに、ここが一番このカフェの元なので、はい、そこへ電話が入っていきます。
じゃあ、あの支援さんですかっていうお尋ねの仕方で大丈夫です。そうそうそう、はい、はいはい、わかりました。じゃあ、ホームページとかありますか？ あります。じゃあホームページは、支援さんで検索か、はい、支援で、はい、カタカナ、はい、カタカナで支援で検索していただければ、はい、いろんな情報がわかるということですね、はいはい、ありがとうございました。また今年もよろしくお願いします。いろいろ使わせていただきたいと思いますので、ありがとうございました。お願いします。今日は岐阜県の各務原市前戸東町にあります支援の専務でいらっしゃいます丹羽恵子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日の番組はいかがでしたか？皆様からのお便りリクエストなどを募集しております。メールアドレスは info@marifan.club info@marifun.club です。たくさんのメールお待ちしております。 YouTube チャンネルもありますので、そちらもご覧になってチャンネル登録をお願いいたします。マリッペ TV で検索してください。それでは次回もお楽しみに。